はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は上村俊政、聖霊クリストファー監督、野球ですね、の運勢を見てみたいと思います。聖霊クリストファー高校ね、すごい検索多くて、検索上位で何事だと調べてみると、どうやらね、選抜に選ばれなかったと、ね、あんなに強いのにどうしてたっていうね、まあそんなようなことで、なんで大垣が選ばれたんだみたいな、うん、ベスト4の大垣が選ばれて決勝まで行ったクリストファーは選ばれないみたいなね、大騒ぎしてましたけど、そうだったんですね。まあ原因はね、ちょっと分かりませんけども、選考でもやっぱ二分したっていうね、まあそんな話を聞き取るわけですけども、まあ予選会ってないんでね、あの選抜はね、高野連ですか、高野連が、選ぶと、ね、選考していくと、いうことで、ね、日大三島ですか、静岡ではね、まあそういったことで、まあ、どうなのかなと、ね、運勢的にどうなのかなと、ね、見てみたいと思いました。浜松でのもう名将と、言われた監督です、ね、ですんでね、まあ、そのまま今聖霊クリストファーの監督もやってるし、校長もやってるっていうことらしいんですよね。ですから、まあ公立を、ね、退職してそのままクリストファーに行ったんだっていうね、ことだと思いますけどね、とにかく運勢を見てみたいと思います。パッと見た瞬間、織田信長と一緒ですねということで、また出てきました信長、ね、ですから、まあ太陽冥王星、太陽はね、双子の三度にあり、冥王星とスクエア、天王星とセクスタイルと、いうことですね。ですから、まあ冥王星とスクエア、これね、もう目標設定したらね、何が何でもそれを達成すると、いうようなね、ものすごい配置です。ですから、まあ手段を選ばずみたいな人はね、いっぱいいます、ね、何が何でもどんな手を使ってでも、甲子園優勝させるぞ、甲子園に連れていくぞと、いうことです。どんな手を使ってでも天下統一するぞと、いうようなね、ことでね、結局見ていますとね、やっぱり恨みを買ってしまう、ね、恨みを買ってしまったり、いらぬ敵を作ってしまう、ね、そういうようなことがありますので、今回はね、もうその聖霊クリストファー甲子園出場するために、ね、もう何が何でもっていう気持ちが強すぎてね、敵を作ってしまったとかね、まあ、知らず知らずにね、なんか恨まれたとか、ね、そういうようなね、可能性はあるんじゃないかなってね、やっぱ思います。やっぱスクエアなんでね、スクエアってやっぱむき出しです、ね、ですから日本も植民地欲しい、ね、むき出しですもう朝鮮、ね、まあ、中国、ね、領土欲しいと、植民地にしたい、ね、やり方もね、もう狡猾ではありません、ね、イギリスみたいにうまーくね、うまーくこう 手に入れていくみたいなね、そういうのはありません、ね、ですからむき出しの、その本能をむき出しでね、お、主義っていうのね、不義っていうのいるんだみたいな、よしこれで傀儡政権を作ろうみたいな、ね、よしみたいな
もう話は早いとね、こいつを立てて、ね、乗り込んでってね、不平分子ね、それ全部ねやっつけてね、政権立てましょうと、ね、まあ大義名分ではね、皇帝、追い出された皇帝を立ててね、反乱軍をね鎮圧してあげましたみたいなね、ことなんですけど、まあ要は傀儡政権ということですよね。ですからもうそんなやり方、もうどんなやり方でも、ね、何が何でもみたいなね、もう執念みたいなね、感じで敵作りやすいね。ですからまあ俳優でもやっぱこういう配置の人ってやっぱ怖いです、ね。織田裕二さん、ね、織田裕二さんもうすごいヒット作で踊る大捜査線、ね、大ヒットさせる、ね、数字は取る、ね、織田裕二さん出れば、ね、数字取れると、ね、だけどもやっぱり上の人でもね喧嘩したりとか意見が合わなかったらねギバちゃんと喧嘩みたいな、ね、ギバちゃんに盾つくみたいなギバちゃんに盾つくのかお前はってまあその緊張感の中でやっぱり撮影するそうです。ですんでねやっぱ太陽明星だなとね、唐沢俊雄唐沢さんね唐沢さんもやっぱりね怖いね、だからまあ集中する、何が何でもね、だからまあそういう役多いですよね。財前教授みたいな、ああいうね力を手に入れたいみたいなまあその明星ってまあ力を手に入れたいとか権力を手に入れたいっていう欲求ですから、そのためにはね信長になるんですみたいなね、そういう人多いんですけどね、たまたま浜松の野球部だっていう人がいて、ね、思い出しました。あ、そうだそうだって、浜松で教わったっていう人いたわみたいな野球部の人で朝まで練習したって朝までやったのみたいな。だからね、その上村監督っていうのはすごい怖かったみたいでね、怖かったと。鬼監督、それこそまあ梶原一騎を監督にしたっていうね、感じだと思ってください、ね、朝までね、もうフラフラしながら 眠くなりながらこうコクコクしながら練習したって、ね、朝まで練習したって、みたいな、そういうバカな人いるのみたいな、ね、そういう意味あるのそれみたいなね理屈じゃないんだということでね、徹夜で練習みたいな、そういうようなことで、確かにああそうだそうだあの話だってね、まあそういったことで有名な、まあ、鬼監督らしいです、ね、ですんでね、あの監督かと。だからやっぱりそういうやりすぎ練習、まあ今はねそんなこと多分やってないんでしょうけどね、いやーなあかんないだろうなと、まあそのね魂は。そしてね、まあ注目はこの冥王星、獅子の27度の冥王星なんです。まあここはねもう競争度数と言われております、ね、もうお騒がせ競争お騒がせ競争いっぱいいますここで某球団、あ、某教団、カルト教団の競争もここの冥王星ですしね、足の裏を見る人もそうだし、ね、大変な人、ミイラだね、ミイラを生きてるもう言ってる人とかね、まあいっぱいもうお騒がせ競争がここの度数で誕生するんだみたいなね、まあ競争もう野球でも競争ね、浜松商業公立高校でしょこの人みたいなね、公立高校でこれだけねやってこれるっていうことはもうよっぽどっていうねこと、よっぽどすもう鬼みたいなね、私学ならまだしもね公立高校でそれだけねやってるってことはもうものすごいことです、ですからもう本当に梶原一騎みたいなね、人なんです。ですんでね、
まあそのためにはもう全てをねもう投げ打ってねもう集中するということでね、ど根性みたいなね、ことで自身も選手として早稲田大学、の方でね早稲田の方で野球やってる、ねだということです。でまあ天皇制ね、天皇制がありますんで、これもねやっぱり天皇制の人の口寄せ関係ねえ関係ねえっていうみんながやろうねっていうのにこうそう和を乱すなみたいなね関係ねえって言ってね、自分勝手なことをやるっていうね、ことです。まあだからまあ独立自衛にはまあ非常にいい。だから聖霊クリストファーっていうチームね、作るのにはね、まあ、ちょうどいいとね。精霊は精霊のやり方でやる、ね地獄の特訓だみたいな、ねうん、まあそういったことで、ね、キリスト様を見てみろね、茨の道を歩いてただろ、ねまあ、それと同じだみたいな同じじゃないけどみたいな、キリスト系なんでしょう君たちは、ね、精霊ってつけられるぐらいですからね、あのいいんですかそういうしごきでみたいなねところはありますけど、キリストさんが見たらなんて言うでしょうねみたいなね、キリスト様ももうその茨の道をもう歩むんだ君たちはって言ってるだろうとかね、あのそういったこと言ってそうなねあの気がします。ですのでね、まあすごいなと、やっちゃってるなと。でまあ太陽にセレス号なんですね。だからまあ今までそういったやり方でもう本当に集中してもうど根性でもうやってきて、ね、それが上村監督を成長させて、それこそ名門校、ね、名将として育ったということですよね。そしてね、まあ双子の三度ということになります。まあだから本当はね恩師の太陽かなんかの方がねもうどっしりと構えてねよかったかもしれないんですけど、この双子の太陽 しかも食度数っていうことになるとねやっぱり揺れちゃうってことですよね。だからまあ優秀なブレーン、よっぽど頑固ちゃんな優秀なね安定性のある、ね、そういうようなこの人がいれば頼りになるっていう人がね、まあ、近くにいればいいんですけど、やっぱり自分自身悩みが多いね、悩みも多いし、うん、判断にねこう苦しむ、ね人もやっぱ多いと、いうことでございますね、うん、ですからまあねその今までの采配っていうのはまあ多分ねその、まあ、頼りになる人がいてブレーンがいて、ね、その中でやってたんだけど、この方単独っていうとねやっぱりこう苦しいということになると思います。ですからまあ政治家でいうと小沢一郎、ね小沢さん分かってたんです。総理にいつでもなれた、ねまあ、でもなれたんだけどなったらちょっとこう苦しいなと、いうことでね、まあ総理なる人見るといつも 見てますけどね、いやー中南級で総理になられると、ちょっと大変だなみたいなね、あのことで、特に双子みたいなね、揺れるんですよね、だから、ぶれちゃうっていうかね、もう困っちゃうみたいなと、まあ、どっちも賛否両論分かれるとね、本当に迷ってしまう。だからまあ、ね、もう絶対ここだっていうね、時にはね、そういう判断ではね、もう正しくできるんですけど、ね、みんなの声に乗ってね、できるんだけど、もう100人もう全員ね 100% 向こうにダメだって言われることを突き通していくみたいなね、そういったことってやっぱりできないんでね、だからまあどうしても揺れそっちの100人の方にこう意見揺れてしまう。だからまあそれできるのはまあ橋本龍、ね、橋本そ元総理みたいな龍太郎ちゃんみたいな誰の言うことも聞きませんみたいな人の意見を聞くの苦手です僕みたいなねああいう総理になるね。まあ
でももう頑固ちゃんだから、法案とかおかげで、ね、消費税 5% にされてしまいましたけど、まあでもブレない、だからもう絶対これはもう必要なんですと、でもうどうしようもないんですということでね、だからあの時ああいうあのぐらいの頑固ちゃんな人が消費税ね 5% というねことをね頑固に通さないとね、通せなかったということになるんではないかと思いますけどね。まあそういったことで、まあ揺れる。だからもう100、まあいろんな批判とか受けると、それを突破するっていうね、突破して蹴散らすみたいなね、うん、そういうのは得意じゃないんですよ双子座はね。だからまあその辺もねやっぱり関係しているのかなとかね、やっぱだからナンバー2とかねナンバー3ね、それに向いてる。小沢一郎さんだってね幹事長とかそういうところでは生き生きと働く、でも総理はちょっとってね、トップはちょっとってね、大将はちょっとっていうね、ことだと思います。ですから信長なんだけどもね、小早川秀明みたいな時に小早川秀明みたいな、東軍西軍どっちみたいなね、多分東軍西軍どっちみたいなね、判断があったと思うんですよね。でもで、まあ、それが何なのかちょっと分かんないですけど、当主とかなんか言って、ま、書いてありましたけど、当主は当主に差があるとかなんとか、ね、当主より重きを置くのか打線に重きを置くのか分かんないですけどね、その何かの判断、政治的なものかもしれませんし、作戦的なことかもしれませんし、ね、そういったことでね、小早川秀明になってしまったと、ね、いうことで、ね、まあ小沢一郎さんと一緒だと思ってください、ね、ですからまあでも高知でそういうね、もう絶対ぶれない、ね、橋本龍太郎を置けばいいわけです。橋本龍太郎みたいな人がそばにいればね、監督、ね、絶対こうですよ、それはいけません、ね、消費税今、ね、導入できなかったらもうねダメですみたいなね、まあ、確かにそうかもしれないです、まあ、3% にはなったんだね、 3% のあと 5% ね、ということなんですけど、まあそういうね、なんとしても通す、ね、頑固なしとブレーンにね、それ必要だと。コーチですよね。だからコーチでそういう人つけてくださいということですね。だからまあ久々にこういうね強烈な、強烈なっていうかね、最近では前山さんね、前山ね、東出ね、瀬戸的なね、瀬戸的な太陽冥王星の人見てる、やっぱり崖っぷちに追い込んでスイッチ入れるみたいな特徴ありますんでね、瀬戸さんもそうだし東出さんもね崖っぷちで、今度ねコンフィデンスマン JP 見てきましたね、映画館にね、見てきました。まあとても面白かったし、やっぱり僕ちゃんは東出さんじゃなきゃダメなのかなってやっぱ思いました。そんなことでね、まあ劇的なやっぱ崖っぷちにこう追い込んでからのその復帰ということがテーマですので、今回落選したこっからなんだぞと、いうね、崖っぷちに追い込まれ、ね、生徒たちも悔しい、じゃあ夏に向けてね頑張ろうということでね、なんとしても甲子園、夏の甲子園優勝するぞと、もうね、選手監督一同もうね、もう張り切ってると思います。この悔しさをバネにねやってくれると思います。まあ夏もね、やっぱり夏の予選もちょっとね、聖霊クリストファーちょっと本当に強いのかなとね、東海大会準優勝なら、静岡県でできるでしょうと、あなたたちね、それが実力なんだと、ね、本当に強いということ
証明していただきたいと思います。はい、ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた、さよなら。